これハチフレオプティモラージルーメンですね。以前より先がこう八尾いとこが長くなりまして、ちょっと色が変わってますけど、でもこの辺は腰がしっかりして段階的に硬さが変わってます。ちょっと膨らませてみます。はい、サイドバルーンですね。ポリウレタン、ここの隙間がほとんどないのが特徴でしょうね。新速は今日25センチなので6フレ入れました。ワイヤー先進しといてバルーンを保護して、こうするとね、でインサーターはシースまで入りませんので、あくまでも保護で、こうすると若干くにゃっとならずに入れれます。まずできるだけこかてを上げています。スムーズですね。でそこでワイヤーとかて持って、こかてをワイヤー代わりにサポートにして、今オプティも上げています。スムーズですね。これは難なく上がると思いますけど、オプティモが上がりにくい時に、すごい屈曲強い時にフローティングって、ここでバルーン使うこともありますけど、今日必要ないのでしません。すんなり上がりましたけど、ひとまずここでいきましょう。8フレオプティモがラージルーメン 0.087 インチになって、ベクタ74以外の血栓回収の後継の吸引過程、あるいは脳動脈瘤治療の中間過程がと通ります。ほとんど通ります。今までの 0.085 インチではオプティモ内で抵抗あったり屈強が強いと上がらない過程もありましたけど、ベクタ716ソフィアは吸引過程でもダックでも通ります。今日はこれベクタ71です。ベクタ71は内腔が 0.071 インチ 1.8 ミリで、先端の外径が 0.082 インチ、手元 0.085 インチで、吸引過程とか中間過程は先端から手元にかけてちょっと太くなっていることが多いので、最初の方が入っても後から入らなくなることがあるので、その K のね、スペックをよく見て使います。インサート入れます。スムーズにすんなり通ってます。はい、ベクタスムーズですね。結構上がりました。いいですね。で、ここはもう隙間ないんでね、造影、親かて造影は無理ですね。例えば破裂動脈の時に内頸動脈までオプティモを上げて、もし破裂した場合の遮断が可能で、内頸遮断可能で、中間かてから側線っていうことができます。今日水タイプ内頸動脈狭窄、そっか、ここで軽く膨らませます。ここ OK、 ちょっとぴったり、はい、もうバーって開いて、ダックから造影できますけど、実はちょっと長さがギリギリで、今日125を選択したけど、多分もう一個短い方が良さそうですね。一回造影してみます。すごく綺麗で、セットで今抜いて下行大動脈落とします。ここまで来たら、もしこれ血栓飛ばすとしても下行大動脈行きますので、ここで抜きます。っていうか、もうオプティも下ろしていいですね。ラージルーメンですけど、まあ問題なく抜けますね。アンジオシールやっとって、はい、バルーンも特に問題ないですね。今8フレオプティモにベクタ入れたまんまの状態ですけど、オプティモから造影するとちょっとだけこう出てくるんですね。だけどこれ造影には使えないですね。逆流、もしこれ貫流しないで逆流するとやっぱり血栓リスクだと思いますので、抜いた後とかに造影危ないでしょうね。
8フレオプティモにこれ6のソフィアを通してみます。ソフィア6フレは内腔が 0.070 インチです。抵抗なく入りますね。以前はギリギリでしたね。で最後まで入りました。レッジはないですね。8フレオプティモからの造影はできません。6フレソフィアは動脈瘤などの中間過程でも使えますし、血栓回収の場合でも。ちょっとワイコネから外してみますが、はい、抵抗なく抜けます。ちなみにソフィアの5フレンチになりますと、以前の 0.085 インチの8フレオプティモの時から5フレソフィアを中に入れても親方造影ができてましたので、後継化しても間違いなくできると思います。エンボバックが内径 0.071 インチ 1.8mm では、8フレオプティモに入れてみます。以前8フレオプティモの 0.0851 の時は少し屈曲強いと入らない時とかですね、かなり渋かったことがあったんですが、特に抵抗なく入りますね。レッジもほとんどありません。親方造影は無理ですね。ではアダプトの容量でワイコネごと外してみます。はい、特に抵抗ありませんね。左内頸動脈にオプティモを上げているところですが、以前より少し上げやすい印象です。これは左内頸動脈閉塞例です。エンボバックで血栓回収を行って抵抗なく通過します。で血栓回収を行いまして、良好な再開通です。この例は右内頸動脈に8フレオプティモを上げまして、右 MCA の閉塞、エンボバックを誘導しまして、ちょっと出した瞬間止めて、血栓多分取れる、逃げる。ここで意味、はい、取れました。一気にしてあと止めとけば、はい、オプティモのバルーンの遮断解除を行って、左手上げてください。おお、もう下ろしていいよ。リアクトの例です。これは左 MCA M1 閉塞で、リアクトも問題なく通過して良好な再開通です。これも左内頸動脈閉塞例で、8フレオプティモからリアクト問題なく誘導できまして、血栓吸引を行って良好な再開通です。レッド68は9フレ推奨ではありますけど、 0.085 インチのオプティモの時からスムーズに通ってました。内腔が 0.068 インチ 1.73mm、 0.087 に後継化した後も特に問題ないですね。はい、特に抵抗なく、はい、出てきました。で最後まで入れてもスムーズですね。レッジはまあほとんどありません。ではアダプトの容量で抜いてみます。特に抵抗ないですね。右 MCA M1 の閉塞に対して、8フレオプティモからレッド68で血栓回収を行いました。多分これ頸動脈狭窄の血栓塞栓だから、はい、止まってます。ここ閉塞部だから、よし来た、はいはいはい、大丈夫、止まってます。そこでね、いいよ、動画撮るだけ、いいよ、手打ったらいい。さあ、どうでしょう。ないね。ないですね。なかった。押していい？はい、お願いします。じゃあ、なぜ吸引できなかったかってやったら、ほら、取れてそうだ。はい、取れました。でかいですね。めっちゃでかい。オプティモ1回チェック。キャタリスト7は
ナイクが 0.068 インチ、レッド68よりも少し細い構造になっております。 0.085 インチのオプティモの時からスムーズに入ってましたので、 0.087 インチになってもまず間違いなくスムーズに入ると思います。